ドジャースはパドレスとの地区シリーズ第5戦を2対0で勝利し、3年ぶりのリーグ優勝決定シリーズに進出した。先発、山本が5回を2アンダム失点に抑えると、攻撃陣は2回にキケヘルナンデスがダルビッシュの失投を捉えて左翼席に先制ソロ、7回にはティーヘルナンデスも左翼席に運んで追加点を挙げた。動画、キケヘルナンデスがダルビッシュから放った豪快先制弾。 試合後はグラウンドでナインが喜びを爆発させたが、そんな中で事件が起きた。中継局、フォックス、のケン・ローゼンタール氏が先制団の K、ヘルナンデスにインタビューを開始し、このシリーズはあなたにとってどんな位置づけか。ポストシーズン14本目の本塁打だが、10月になると何が変わるのか。などと問いかけた K、ヘルナンデスは興奮しながらも丁寧に答えていたが、 今年のチームはこれまでと何が違うか。と聞かれると、一呼吸置いてニヤリとしながら、これはライブですかと逆質問、ローゼンタール氏が、そうです、と答えると、そんなこと全然気にしません。と放送禁止用語を口にし、インタビューは、ありがとうございました、と慌てて打ち切られた。切れたのか、ジョークなのか、舞は謎だが、前代未聞のヤバいインタビュー。 になってしまい。米メディア、ラフ部は、K、ヘルナンデスがライブインタビューで、F 爆弾を投下した。ヘルナンデスの口から出た言葉は、ドジャースの伝説として延々と記憶されるだろう。ローゼンタールはショックを受けたようで、すぐインタビューを終えてブースに戻った、と報じ、NBC ロサンゼルスは、彼の答えは家族向きとは言えないものだった。 金句を口にした今、彼は MLB や連邦通信委員会から罰金や出場停止処分を受ける可能性はあるだろうか。放送した FOX はどうなるのか、と問題視している。プレイオフ、では、大胆な言葉は恐れを知らない姿勢を表して、ファンを活気づけている、などと好意的に伝えているが、快進撃に水を差すようなことならないことを祈るばかりだ。